天津静寂室主教座道は別名天主教西平開け、総道、西海共道、老西海共道または報告共道といい、元は天津のフランス疎開に位置する天津市文物、保護単位かつ天津歴史風貌建築である。この聖堂は1913年に建てられ、はじめは聖美増弱堂と言ったが、後に静寂室堂と改名し、 その地がロー老西会であるので西会共同とも呼ばれた。この聖堂は、天津市で最大のロマネスク様式聖堂であり、カトリック、天津教区の主教座聖堂でもある。1912年、ローマ教皇庁は証書を出して、北京大牧区から天津教、天津教区を分けて、設立し、カテドラルを天津三タカ工の防海老共同に置いた。初代の森ロク司教は、 坊海老共同の場所は、天津の旧市街で、今後の拡張に不便であるとし、近隣の天津フランス疎開の西南の復圧、将軍ロナンタンの老西海に、新しいカテドラルを建てる準備をした。1913年8月、西海共同建設が始まり、天津のフランス疎開は、警察官を派遣して地区に進駐した。当時の建設工事中の聖堂のレンガはすべて、 フランスから運んできたものである。1916年6月、聖堂の建築が竣工し、カトリック、天津教区のカテドラルもここに移動した。この後、とタモツろく教は、西海共同付近に続けて西開け、小学校、和歌室小学校、聖光小学校、和歌室改修助院法官学校と天主教員を開き、一つの大きな教会建築群を形成した。 1916年10月20日にフランス疎開の警察官が長倉大橋を警備していた中国の警察に武器を差し出させて拘束するという事件が発生し天津市民の大規模な抗議活動を引き起こした後にこの地区は中国とフランスの共同管理を長期にわたって維持した1966年8月23日に静寂室主教座道は 後衛兵の襲撃を受け、三つの登場の十字架は損傷を受けた。それらは1980年代に修復された。1976年には、東山王自身で、両方の首労のドームの台座が重大な被害を被った。1979年に台座を修理し、1980年の秋に竣工して、正式に公開されて、宗教活動が回復した。 1991年8月、西海天主教堂は天神市文物保護単位に指定された。今日に至るまで、教会は依然天神で最大のカトリック制度であり、天神のカトリック教会の中心である。西海教堂、ありがとうございます。